皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ぎゅうこちゃんです。髪型がねまたすごいことになってますけども、もうねタイトルになってると思うので、いきなりダイレクトにその話題に行こうかなと思います。どんな話題かというと、お分かりですね。そうです、明日7月20日のお昼からマナガチャが襲来します。マナガチャって何ぞや、わかんない方のために説明をすると、通常のマナ、お正月版のマナ、 MV 版のマナ。 MV 版っていうのは映画版だね。はい、お母さんになったマナの設定のやつだね。これね、既視感あると思うんですけど、何かというと、去年のルシファー獣神化会が発表された後にルシファーも来ましたよね。通常ルシファー、お正月ルシファー、 MV ルシファー、ルシファーガチャってやつですね。要するに確率的にはね、もう信じられないんですけど、それぞれのキャラクターが 0.6% ずつあるので、合計で 1.8%、 はい、通常 0.6 とかですよ。それが 1.8%、 3倍の確率で出てくるので、知ってる方は知ってると思うんですが、通常のキャラクターもお正月のキャラクターも MV のキャラクターも一キャラにまとめればラックが上がるんです。そう、つまり運極にしやすいんですね。で、まあルシファーガチャの時もね、ルシファー運極にしたよって人、ルシファー運極って X のトレンドにも入ったぐらいだから、やっぱり運極にした人多いと思うんですけども、今回も例外ではなく、間違いなくマナ運極って多分 X のトレンドに入ると思うんです。というのも、マナってさ、もともと超獣神祭の限定キャラクターだったんだけど、とあるタイミングでモンストジェネレーションに落ちたじゃないですか。いいよね、マナが落ちる姿もっと見たかったまあいいです、そんなの落ちたじゃないですか。なので超獣コラボ新限定実装時の激獣、これを引く人が正直ね、ストライカーの方には多いと思うんですが、まあ昔、さっきも言いましたけど、昔マナが超獣神祭の限定キャラだった頃、はい、結構引いて超獣をね、マナ結構ラック高いのよって人は多分少なくないと思います。そうです、あなたのことです。ラック70いってます。ラック75です、80です、85です、90です、ワンチャン95ですみたいな、あと一体の運極よって人もいると思う。正直おめでとうございます。今回のマナガチャ引けば、残り1体だったらもう1万円課金すればワンチャン全然当たる。うん、100分の1なんだけど、100分の1、100分の2ぐらい当たるからね、理論値で言うと。だからね、うん、いろんなストライカーの満足度に貢献できるガチャなのかなと思います。ルシファーガチャと並んでね。ただルシファーと比べればマナ弱くないんだけど、マナ弱くないんだけど、どうしても誘発メインだから、そうだね、ルシファーほどの売り上げは上がんないんじゃないかなとは正直予想はしてますね。うん、ルシファー最強すぎたからな、インパクトすごかったからね。まあルシファーとはまた全く別のキャラクターなので、比べることもおかしい話なんだけどね。まあいろんなキャラクターがおりますよと、はい、ただこの話にはやっぱり賛否両論ありまして、各有ぎこちゃんにも X の DM で何件か届いております。はい、どんな内容かっていうと、ルシファー MV と違ってマナ MV って映画館にお金を払って見に行った人だけがもらえるオラゴンで進化させるキャラなのよ。はい、なのでお金払わないと手に入らないキャラクターなんですよね。ガチャ自体お金払ってますけどもさ、進化自体がお金払わないといけないって結構すごいことじゃない。うん、なので当時5000円ぐらいかな、6000円ぐらいかな、映画でしょ、覚えてないんだけど、映画館に行くと映画館の中にとある機械が設置されていて、そっから何メートル以内、だから要するに映画館のお金払って中に入って、映画館のルームあるじゃん、席があるところ、あそこまで行った人だけが拾えるスポットっていうのがあって、そこでオラゴンもらって進化させると。にもかかわらず、今回昔我々が映画館にお金払って行ってまで手に入れたこのマナ MV が、映画館に行かなくてもガチャとして実装されるのってどうなんていう、ふざけんじゃねえよっていうコメント、めちゃめちゃ実は多いです。はい、中には怒ってる人もいれば、やっぱりちょっとね落胆して悲しんでる人もいるぐらいかな。うん、別にいいんですけど、なんか特別感あったものが特別感なくなっちゃいました、こういう悲しみの声もね届いております。まあしょうがないよね、もうこのゲームも10年目だし、まだ MV も確か5、6年前だった気がする。結構古いキャラクターっちゃ古いキャラクターなので、まあだいぶ経ったんでね、しょうがないかなとは思います。正直なところ個人的にはですよ、しょうがないかなとは思います。これは、うん、時間が経てばだんだんこのね価値っていうのはさ、もうゲームのデータなんで価値は下がっていくもんですから、しょうがないですよそれは。もうそれよりもね、今から始めても手に入るよっていう、うん、こっちの方がね新しい顧客をつかむのにもちょうどいいし、価値のあるガチャになるんじゃないでしょうかって正直ぎこちゃん思いますね。ただミクシーさん、映画館ビジネス
映画ビジネス、MV ビジネス、もうできまへんな。はい。というわけでどういうことかというと、そうですよ。まあ要するに、急いで手に入れる必要がないのであれば、もう映画館に行かなくてもいいんです。はい。そういうことになっちゃいました。5、6年前とはいえ、ね。昔からやってる人だけが手にしている、未だにそれが、ね。モチベーションになってる人、多いです、正直。モンスターも古いゲームですから。はい。で、中にはね、映画館に行って、別に映画は興味ないですよ。映画は興味ないんですけど、モンストは好きです。そのモンストの特別なキャラのために、映画は興味ないけど、実際に映画館にお金払って行って、そのキャラのためだけにお金を払って、映画見ないで帰るっていうぐらい、ゲームへの熱量がある人も、世の中にはいるんです。はい。そうだね。うん。そう考えると、もう、なんて言うんだろう。その時、旬の時に手に入るっていうことに対して喜びを感じないストライカーは、時間が経てば、手に入るってことですから、もう映画館にわざわざ手に入れに行くとは思えないよね。だからね、なんか映画で特別なオーラがもらえますよ。ね。そのためだけに行く人はもういなくなっちゃうと思います。うん。もうこういう前例ができちゃったんだよね。それはしょうがない。もう。うん。今更ね、明日来るものをやめろなんて言えないですし、明日来るよって予告したものをやめるなんてこともないでしょうし、もうしょうがない。だから、ギコちゃんはちょっと期待してるね。オラネだっけ？オラネっていうキャラクターもこれ確か映画館だった気がする。うん、ルシファーの絶望の夜明けっていう映画だったかな、ちょっと忘れちゃったけど、そこでね3キャラ進化させることができて、1つがルシファー&カエサル、もう1つがオペコ、そして最後の1個がノア。この3人だったんだけど、これノアまだ持ってないんでね、うん、ちょっと悔しい思いはしてたんだけど、それがね、まあどうせね、ノアが獣神化、カエ新獣神化したタイミングでまたね、多分ね MV ガチャ来ると思うんで、ノアガチャ来ると思うんでね、もう映画ビジネスはあんまりアニメ好きの人以外には刺さんなくなっちゃうと思うんだけど、ある意味ね、俺はねちょっとその復刻が楽しみです。はい。まあネガティブで言ってもしょうがないんでね、最後はポジティブで締めさせてもらったんですけども、皆さんのご意見いかがでしょうか。今回の件ぜひともねコメント欄で意見残してくださると嬉しいございます。というわけで、髪の毛ぐちゃぐちゃですけど、ゆうこちゃんでした。またねI'm not afraid to die.